大阪観光局は、大阪府と大阪市における、観光事業の振興とコンベンション誘致、その支援等を行う、公益財団法人。2013年4月、松井一郎大阪府知事と、橋本徹大阪市長の肝入りで発足。大阪への訪日外国人旅行者数を、2020年に年1300万人に増やすことを目標としている。 大阪観光局協力のフリーペーパー、大阪館迎え。関西各地で配布されている背景として、法日外国人旅行者数が2000年に476万人、2005年673万人、2010年861万人と、年々増加しているにもかかわらず、大阪を訪れる。 外国人旅行者数は年150から200万人と低迷していたことがある。そこで大阪府市統合本部の大阪都市魅力創造戦略に基づき、府市の観光振興を一元化。民間感覚を生かし、国際会議誘致に精通した人材を投用。官民一体で人、物、金を大阪に呼び込む施策の推進役として大阪観光局が設立された。 ふと、し、関西経済界が計7億5000万円を出資している。同種の公益財団法人横浜観光コンベンションビューローや名古屋観光コンベンションビューローは県知事認定だが大阪観光局は内閣府認定。従来の組織と異なる特徴は局長に権限と責任を集中。結果責任も明確にしている点で初代の局長として 香港政府観光局の加納国をが抜擢された。加納は1995年から日本、韓国地区トップとして2003年に新型肺炎流行の際、半減した香港への観光客を航空券務償配布などで半年で回復させた実績などを評価された。大阪を外国人旅行者が訪れない理由として東京、京都のようなブランド力が足りないと、 可能は指摘。知名度の向上へ、米国ニューヨーク州観光局のアイラブニューヨークキャンペーンに習い、エイジアンゲートウェイ大阪を考案。また、韓国の名誉広報大使で、大阪出身のファッションモデルの初代大阪観光大使に任命し、彼女を起用したコマーシャルメッセージを中国やインドなどアジアなど30カ国で放送した。しかし、引き続き、 大阪への外国人観光者が伸びぬ中、2014年4月、大阪国際音楽フェスティバルを開催。ジャズのピアニストハービー・ハンコック、サクソフォーン奏者のウェイン・ショーター、韓国のアイドル超新星や防弾少年団、台湾のシンガーソングライターのロ・ヒロシナカが出演したが、約1億円の赤字が発生。フェスの実行委員長でもある可能が、大阪の知名度向上として、 強引に開催した経緯も発覚し、可能が2700万円を自腹で補填。また、業務委託の NHK 関連会社からも5000万円の支払いを求められ、大阪府関西委員から改善を指摘されるなど、トラブルが続き、大阪市議会からガバナンスに問題があると追及されたため、2015年3月末、可能は局長を辞任した。二千十五年四月、 二代目の局長として、自治官僚出身の大阪府特別顧問の溝、畑広氏が就任した。会見で溝畑は、家中の栗を拾うのが大好きな性格と、自己紹介。観光者数の向上へ、大阪オンリーワンを掘り起こすと述べ、建築家、安藤忠夫の作品ツアーや古墳での婚活、阪神甲子園球場や東大阪市、花園ラグビー場などを活用した。 スポーツ文化ツーリズムなどのアイデアを披露した。また、溝畑は、大阪湾の人口島をユメに、誘致の進められている火事の統合型リゾート施設を、踏まえ、世界最高水準の観光都市を目指すとしている。産経新聞長官2014年11月9日、大阪観光局長自腹補填に、賛否強化市長、すごい議会は批判を大阪観光局事業を大阪市、 観光局発足後に起きたインバウンドブームで2015年11月当初の目標650万人から情報修正産経新聞有観2012年3月26日大阪府都市魅力戦略会議大阪観光局設置を官民でブランド確立狙う産経新聞有観2013年2月18日大阪観光局が4月発足初代局長に 前香港観光局、可能市産経新聞有化2013年3月9日、外国人旅行者650万人ミッションは、ポッシブル鍵は、大阪人乗り中院を、ターゲット韓国の名誉候補を大使、アンミカさんが、大阪 PR、CM、海外30カ国で放映大阪観光局、産経新聞、産経ニュース2013年10月29日、 関西の議論、大阪観光局長の赤字、自腹補填背後に、韓流アイドル出演中止韓国旅客船沈没事故、まさかの波紋産経新聞、産経ニュース2014年11月26日、産経新聞長官2015、02、10日、大阪観光局長協退任表明来月末で、赤字を、自腹補填、等が、大阪観光局長が、退任表明。 でも、赤字で辞めるわけじゃない。産経新聞、産経ニュース2015年2月10日、公益財団法人大阪観光局役員名簿、平成30年7月現在、等が、大阪観光局長が、退任表明。でも、赤字で辞めるわけじゃない。産経新聞、産経ニュース2015年2月10日、産経新聞長官2017年7月14日。 最高水準の観光都市を、溝、畑広市、大阪観光局長が公園関西中堅企業の、海公益財団法人大阪観光局役員、名簿平成30年7月現在、ありがとうございます。